こんばんは永田玲奈ですこんばんはハイテックサポートフライヤーの高橋徹ですラジコンの魅力にどっぷり浸かる30分ハイテックカフェ始まりましたいやーゴールデンウィーク始まりますね早,<っ>早い早いまあでもね徹さんはこの間バリ行ったっていうことですからねーゴールデンウィークはもちろんないんですよね、はい、ゴールデンウィーク返上でだって行かれたんでしょ何を言ってんですかゴールデンウィークはゴールデンウィークですよあるんですか当 <laughs> たり前ですかあるんですかゴールデンウィークは休まれてダメなの はあなんか説得力ねえなすごいですねどんな会社ゴールデンウィークはねいいななんかトールさんの会社入りたいないやいや厳しいですよ厳しいですか入るのに入会金必要ですからどんな会社だよ説得業者じゃないですかそんなでもたトールさんにも楽しいゴールデンウィークを過ごしていただけたらと思いますなんか予定あるんですかゴールデンウィーク多分仕事ですね 大変ですね大変ですねでって思ってます<え>思ってます、ね、いやいやいや思ってます,すごい良しそうなんですけどいやいやそんなことないです <laughs> そこまで悪じゃないですよ <laughs> まあでもうん、頑張ってねって感じです <laughs> 一言だと思ってねえ<も>、さて今週のハイテクカフェ後半は先週に引き続き3にこだわる EDM 最先端アイドル三ミニッツから久松香里さんと南彩香さんのお二人が来てくださいますえー、実は今ブースの外でもラジコンをやって,やって、ね、遊んで くださっています、はい、どうなんだろうすごい楽しそうだけどね目がマジですねそうですね <laughs> 後ほどの感想も聞いてみましょうえそれではハイテクカフェ今日も最後までお付き合いください、はい、いやトルさん先週、はい、まあそのバリ話でちょっと終わってしまったんですけど、はい、なんかすごい異形を異業じゃないですけど、はい、まあまあまあはい あのレースの方があって、うん、はい、これあれなんですよ。あのドローンレースって言って、うん、そのまあ日本で初なんじゃないですかね。きっとね、そのドローンで競争するっていうのは、お<ー>で、まあ第一回目が2月ぐらいにあったんですけど、はい、どうせなら一回目から出ようかなと思って。え、ドローンってあのマルチコプターのあ、そう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 ,そう。え、ねはい、それ4月5日に二回目があったんですよ。あ、なるほど。はい。まあ一回目も出て二回目も出たんですけど、うん。 まあ両方すみません勝っちゃいました二連覇二連覇すごいじゃないですかまあこれねあれなんですよあのハイテクさんの RCI-1 エクストリームこれで出たんですよ期待のおかげですね完全にうわまたまたうまい本当はそんなこと思ってないでしょういやいやいや本当に期待のおかげですよなんで教えてくださらなかったんですかえ何が先週 なんかバリの話で、バリの話で終わっちゃったから、盛り上がっちゃったから <laughs>、なんか言うきっかけもあれだな、あれですよね。なんかトールさんのいいところでもありますけど、はい、あんまりなんか自分のそういうなんだろう成果というかなんかすごいことしたのに、<ー>でラジコンもすごく上手いのに言わないですよね。ああ言わない言わなんでかっつったら、はい、上には上がいますから。うわー、そうすごい。 ダメですよ私だったらすぐ自慢しちゃうだだだだだ 2>, 2連覇しとったぜいや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  <laughs> まだまだまだ,まだええーはい、10連覇ぐらいしたらまあちょっと10回ぐらい勝ちましたぐらい <laughs> でも10連覇なんですね、はい、すごいやっぱりそのなんかもう腕前は本物なんですね <laughs> こうして <laughs> いや偽物でちょっとねラジオで喋るならいけないですよ <laughs> <laughs> まあね、ハイテクサポートフライヤーっていうね肩書きがありますからね、はい、頑張ってますすごいな、はい、おめでとうございますで,でまたねそんなドローンレースありましたけれども、はい、5月にもイベントがあるんですよね、はい、そうですねホビーショー5月14日から17日まで14日15日は、えー、業者日ですが16日17日は一般公開日となっていますツインメッセ静岡で行われますホビーショーはい これ入場無料なんですよね入場無料です、うん、ありがたいですね実はこの、はいまあ、業者日に当たってしまうんですけどこの14日15日に、えー、私永田玲奈がハイテクブースではいえ。4日間来ないんですかそうなんです申し訳ないですあらららら残念そう、代わりに16日17日は、はいえー、黒崎かなこさんという、はい、私とはまたタイプの違うタイプが違うちょっとあの小柄でグラマラスな へちょっと色っぽい感じのあそうなんですか女性がいらっしゃいます,のでです楽しみですねわ <laughs>、ね、かりました納得しました <laughs> <laughs> そうなんですまあ、でもふつえっ、ー、と二日ずつはいまあ私はもう四日間いますんであそうですね、はい、そうですよねいますいますそうそうそうなのでハイテックブースでも新型機種の紹介はもちろんのことトールさんのはいデモフライトも、はい え、僕飛ばすんですか?。え、飛ばすでしょあれ、喋るんじゃなくて。うん、ハイテクの方、今、全然、あの、聞いてらっしゃらないですけど、聞いてて、聞いてた。飛ばすんですね。飛ばす。いや、なんか、最近ね、ずっと、おしゃべり。そう、おしゃべりしながら、飛ばしましょう。あ、喋りながら、飛ばす。んですかそうそうそう。いや、すごい難しいんですよ。いや、だって、去年、全然、なんかもう。やってましたっけ?。やってましたよ。喋りながら。あ、そう。そう、こんな感じで、みたいな。あ、そうっすか?。うん、うん、何でもできんな俺。あ。 何でもきますよさんは本当間違いないいやそうそうそうとかねあの VS タンクシリーズの対戦だったりとかね楽しみですねそう行われますので是非これはねもう家族でで他にもねいろんなラジコンだけじゃないんですよプラモデルとかもあるので最近ですとあ他のメーカーさんなんか女の子にも興味を持ってもらうようななんつったらホビーっていうんですかねはいも展示してますんでね男女問わずですはい 楽しめますのでぜひぜひ、はい、もうトールさんは4日間5月14日から17日まで4日間いらっしゃいますので,です、ね、トールさんに会いたい方はぜひ来い,いやいやいやしてください僕じゃなくてもやっぱりね素敵なレディーいや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 私業者日なんですよ申し訳ないです業者さん向けの日に来ますけどもいやまだ時間ありますから業者になっちゃうそのも手ですよね<う> <laughs> 無茶ですか、ね、<laughs> その発想はなかったです。<laughs> すごいですね。業者になっちゃう。もう業者になっちゃう。なるほど。はい。あ、それ感謝。ななとかなりますよ。なるほどなるほど。え、実はあの大変おこがましいんですけれども、私と黒崎かなこさんのあのハイテクのねポスター、ポスターモデルもやらせていただいてますそのポスターもまあ配ったり配らなかったりする配らなかったり。そうあの差事加減で黒崎さん多分優しい方なんで、もう皆さんに多分サインでも書いて。あ素晴らしいですね。 配ってくださると思いますけど、私はちょっとわかんないですね。気分気分しない。ダメですよ。あ、でも業者日ですもんね。そう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 。でもまあポスターは置いてあると思うので、あの勝手に持ってって。勝手じゃないで。すごいなもう。まあねそんなこんなでいろいろとこう見所満載のホビーショー追メッセ静岡です入場無料です5月14日。 十五日は業者日、十六日、十七日は一般公開日です。はい、トールさんは四日間いらっしゃいます。はい、ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。永田玲奈と。 高橋徹がお送りしています。ハイテックカフェ。さあ、番組後半はゲストと一緒に盛り上がっていきます。今週も先週に引き続き、3にこだわる E. D. M. 最先端アイドル。3ミニッツから、南彩香さんと、久松香織さんのお二人です。よろしくお願いします。リスナーの皆さん、こんばんは。3ミニッツです。よろしくお願いします。はい、宝塚出身、華麗な女子になりたい、南彩香です。3ミニッツのムードメーカー、久松香織です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ええー、まず先週とねオープニングでもえー、ちょっと話したんですけれども、はいはい、今日はラジコンをお二人にね、はい、やっていただいたんですよねはい、はい、<laughs> どうでした <laughs> 楽しかったです本当に本当いやもうなんか本当にリスナーの皆さんに見てもらいたかったぐらい楽しかっ、うん、ねーあの反応見たら楽しいって伝われと思うぐらいの途中でなんかスタッフさんとかに目がマジになってるよって,て <laughs> <や> <laughs> そうそう野獣の目を捨てた夢中になっちゃうですね <laughs> はい そうでしょ <laughs> すごいなんか楽しんでるのももちろんですけど、お二人の負けず嫌い感がすごい伝わってきたなって思いましたけれども。楽しかったですね。良かったです。えすごいね楽しそうにやっていただきましたけれども、今日お二人に操縦してもらったのがこちらの商品です。どんなラジコンなのか、トルさん。 はい、説明をお願いしますまず1台目がですね RCI-1 という機体ですねどちらがやってたやつ,かな赤いやつですか緑のやつ赤いやつああ私がやってたやつです <laughs> さんかわいいんですけど、はい、あのー、機体はですね、うん、めちゃめちゃパワーがあるんですよ<ー>なのでまあどちらかというと中級者向けになるのかな、うん、機体自体は。うんうん、で GoPro っていうアクションカメラ知ってます 知らないです。知らないです。え、知らないの？何ですか？いや、なんだろうこの買った感。何？知らないんだ。うわなんか急に上から来た。やだ。はいはいはい。何ですか？編集とすごいカメラがちょっと驚いてます私。あのゴープロってちっちゃい小型のカメラがあるんですけど、あのすごく綺麗に撮れるちっちゃいカメラなんですよ。でそれを取り付けることができるんですよ。えさっき私がやったやつですよね？えあれにカメラをつけるんですか？はい。あのコン付けで。 g o p r をくっつけて飛ばすとお手軽に空撮ができるえでか木の上とかまで飛ばせるってことですねいけますよはぁすごただ上手くなってからだね私まだあの膝ざ小僧ら辺までしか膝ざ小僧あそうだねなんであの普通そういったカメラを後からつけちゃうと飛びが悪くなっちゃったりするんですけどこの機体はパワーがあるんで余裕があるってんですかねおすごい で、もう一台の方はあのギャラクシービジター6っていう機体です緑色の私が、ミナミがやってたやつですねこの機体の特徴はやっぱりなんといっても FPV ができるというなんですかなんですか FPV さあ、なんでしょうなんかかっこいい名前ですか久松さん、FPV えっとファンタスティックプロモーションビデオ違う でもぽいほなかったですぽいぽいこれはなんだっけファーストパーソンビューっていう一人称視点そう一人称視点ですね要はあの機体にカメラがついてたんですけどはいついてましたそのカメラからの映像をリアルタイムであの送信機の方にすごかったです iPhone で見れるからびっくりしました綺麗だったでしょ綺麗だった要は その映像を見ながら飛ばすことができる。ええ<ー>、はい、なるほど。で、まあそのカメラもただ映すだけじゃなくて録画が可能なので、うん、これもだからお手軽に空撮ができる機体ですよね。なるほど。はい。で当然あのマイクロ SD カードに。 動画が記録されるのでパソコンとかで再生が可能送ったりとかもできるってことですもんねそうですねすごい面白いんですよ飛ばすだけじゃなくて撮る楽しさもあるんででもそれ撮るまでに時間がかかりそうですね上手くなる上手くならないとちょっと厳しいかな時間かかりそうでもね若いからねそう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 だってもうお二人とも割とだって私より全然上手だったんですよねうん全然上手かった そう本当にねさすがだなってやっぱりやっぱりなんだろうこの絶対飛ばしてやるんだっていう気持ちがお二人強くてそこですねもう目が目目が怖いぞみたいな目マジでしたもんねいやもう楽しかったですこれハマっちゃいますよかったなんか嬉しいですねね嬉しいおじさんすごい嬉しい若い子がラジコに興味を持ってくれて本当ですよねいや。 この RCI1 エクストリームは税抜き2万5000円そして GalaxyVisitor6 が税抜き3万5000円です、えー、この2機に関しましてはハイテクのホームページをぜひ気になった方はご覧ください、はい、ということでこのお二人がこの2機で遊んでいるところを実はですね、はい、隠し撮り、えー、隠し録音でさせていただきましたいやこれギャーギャー騒いでるだけじゃ <laughs> ないですよ、えー <laughs>

こっちに痩せる時はいやこれ伝わるのかなとちょっと心配でしたけどでも皆の皆さんに伝わりましたかねねでもギャーギャーしてる感じはかなり伝わったんじゃないですか楽しい楽しいコンがね伝わりましたねそうそうそかった難しかったけど楽しかったですねねこの動画が撮れるエクストリームはいとえっとビジターシックスギャラクシービジターシックス とかがあったら、あれですよ、もうプロモーションビデオとかも。わあ、すごい。すごいの取れそうです。よね使いたいですね、私たちの。でも、それさ、撮る時さ、うまく。いや、今日仲良くなって来ていただいて。ああ、あの、操縦してください。徹さん、徹さん、行ってください。ああ、いつでも行くよ。 <laughs> ぜひあのマネージャーさんもねさっき実はやっていただいて、はい、<laughs> なんかうまかった、ね、か <laughs> びっくりしし、すごいうまかったですよね。<laughs> なんかすかしてましたよね。ちょっとどや顔しましたよね <laughs>。ちょっとじゃないかなり、<laughs> あまり見ないな、ね、マネージャーさんではあまり見ないドヤ顔してましたね。うよどうよ <laughs> ねえだからちょっとあのねマネージャーさんにもあの事務所買い取りでちょっと買ってもらって事務所スタジオで練習しますわいいですね広いんであのできるだいぶうまくなれると思いますそうちょっとねあの広いとこでやるのと狭いとこでやるの全然違うんですよね確かに確かにそのね撮って撮った映像を DVD の DVD として特典でいいですいいですね それはもうメンバー全員でやりたいですそうですね。いやお金の匂いがしてきました。ということでまあお二人にこの日記をやっていただきましたけれども、えちなみにお二人いきなりですが休日のお楽しみって何かありますか？休日ですか。私最近あの河川敷のところでお家の向かいが河川敷なんですよ。だからそう引っ越してしたらお家の前河川敷でだからベランダに座って。 あのお弁当とかお昼ご飯自分で作ったやつをランチで食べるっていうのにハマってます。はい、えそれは何？河川敷には行かない？行かないです。ベラパジャマのまま <laughs> の入れるので。いい、ねええ、んじゃんパジャマのまま河川敷。いですよ。<laughs> <laughs> <laughs> えでもそれ食べてて見られるの？え見られないの。だからあのどあの窓の縁に座って<ー>ちょうどいい感じに隠れるんですよ。私本人は。<ー>だけどお空と河川敷はちょっと軽く見えて、はいはい、それで子供たちの声を聞きながらランチをするっていうのが。 最近の楽しみです。一人で。一人で。ええ<ー>。嬉しい。<laughs> いいんですよ。パジャマ、パジャマで出れるからいいんですよ <laughs> そ。そうか、そうか、そうですね。<laughs> でもいいですね。この季節ね、はい、暖かくなったりとか、ゴールデンウィークとか。いいと思いますけど。いいですね。久松さんは何かありますか。私は。休日の楽しみといえば、人間観察です <laughs>。人間観察。<laughs> でえ、それはどこからするの。うん、えっと、本当に、まあ、これは休日。 とかも関係なく私結構空き時間とかがあるだけでも、はい、例えば今の時期だったら外でスタバとか飲んでたりカフェとか行っても外で見れ入れるじゃないですかそういうとこで本当にひたすら人間見てるだけです <laughs> すいませんこれね、うん、僕もなんです初めて見た,たあの、ね、観察しちゃうんですよ嬉しいえ、<俺><何>共感してくれる人いなかったんですよね,あのねこの人は何を今考えてるんだろうとか この人の職業は何だろうなっていうのとかを。私よくそれをしに出かけたりします。わざわざ。わざわざ。わざわざしにいっちゃう。ええー、二時間があったら、まあ、そこで、まあ、見たりもするんですけど。普通にお休みの時は、あ、じゃ、買い物しに行くがてらに、人間観察。りしま,す、ね、まあ、ほら、空いた時間とか。 ちょっとでできる時あるあじゃないですかか出かけたちょっと時間あるなってコーヒーでも飲もうかなって飲みつつあのおっさん何考えてんだろうなとかうん、えー、その多分人間観察めっちゃするおかげか私結構物まねがいや本当になんか変な話 <laughs> やっぱ握手会とかでファンの人とよく交流することがあるじゃないですか、はいはい、ファンの人の物まねとかできちゃってすごいなそれそんなになんか個人個人で特徴ある えなんかなんか特徴ある人ってたまにいるんですよね<ー>なんか話し方とか、うん、あなるほどね口癖とかを覚えちゃって<ー>ねファンの方とマネージャーさんとってレパートリー結構ありますよ <laughs> どうしよう来週あたり物まねされちゃってた <laughs> 素人のおじさんとそれやらでしちゃいますや <laughs> だなもう 面白い。ね、<laughs> まあでも身内ネタとしてすごいね。<laughs> はい、楽しいですよね。盛り上がりますねいつも。面白いな <laughs> ということで, <laughs> で、はい、そんな話をしていたらそろそろ時間がなくなってきてしまいました早いですね。はいはい、えー、最後に、はいえー、先週もお伝えしましたけれども今後の 私たち3ミニッツ3ヶ月連続でワンマンライブを開催していまして題して3ミニッツ春の三番勝負マンスリーワンマン ×3 と3月4月5月とワンマンライブをしていて5月5日に発大ドアーズさんで3ヶ月連続の集大成のワンマンライブがありますので皆さんどうぞ遊びに来てください。 とサンミニッツのセカンドシングルスタイルが発売されますそちらの曲もすべていい曲となってますのでぜひぜひよろしくお願いします,しいしますはい、ありがとうございましたいや楽しかったですね二週ねこちらこそ本当に楽しかったです,たです本当にありがとうございましたましたよかったらぜひ来てください、はい、ゲストはサンミニッツの南彩香さんと久松香織さんでしたありがとうございましたありがとうございました